小池さん、小池さんは、藤子藤雄、藤子藤雄、藤子、海、藤雄の漫画に登場する架空の人物。ラーメンが大好きで、いつもラーメンを食べている、中年男性。天然パーマ、非常に癖が強く、アフロヘアに近い、メガネ、焦点の定まらない目、締まりのない口で、いつも不機嫌そうなしか目面がとく。モデルは、アニメーターの鈴木真一で、ラーメン好きの設定も、 鈴木本人に由来する。ただし、鈴木自身はラーメンに限らず、うどんやそば、スパゲッティといった麺類全般が好きと語っており、むしろ、時和そう時代に、近所のラーメン店、松葉から出前を取るほどだった、藤子料人のラーメン好きが設定に反映されていると言う。このラーメン店、松葉は現存し、具は豪華になったもののスープの製法は、当時のままであり、 外国人を含む漫画ファンの来店も多い。オリジナルのキャラクターデザインは藤子藤雄によるものとされる。口が波線になっているのは新漫画当時代に森安直也が描いた似顔絵。当時は互いに誕生日祝いとして描いていたがもと、それを藤子が取り入れたという。藤子藤雄の漫画、お化けの九太郎で初めて登場。本来は小池さんではなく、 小池さん家に下宿している鈴木さんという設定であり、鈴木本人には、藤子スタジオのアシスタントから登場源が伝えられた。当時鈴木は、鎌倉市にある小池家に下宿しており、スタジオゼロで背景を担当していた、野口龍がそれを忠実に再現し住宅の表札に、小池と作画したことから、読者に名字が小池だと誤解され、そのまま定着した。お化けの九太郎の他に、 パーマンやドラえもんなど、藤子漫画の多くに登場し、また職業もたき、アニメーター、漫画家であることが多いがにわたっていることから、一種のスターシステムとみられる。藤子両人や鈴木と友人だった、石森翔太郎、赤塚藤夫作品にも登場したことがある。例として、赤塚作品では漫画、おそ松くんのクリーニングや真面目にやれように、冒頭で2コマだけ登場している。 畜処防媒発刊に収録。なお、お化けの旧太郎や、その他の作品で、小池さんが主に食べているのは、インスタントラーメン、袋麺であり、カップラーメンではない。丼に移して食べていることもあれば、鍋から直接食べていることもある。初期には、カップラーメンは存在しなかったが、1985年のリメイク版アニメ、お化けの旧太郎では、 カップラーメンを食べる場面がある。メインキャラクターの一人となっている、お化けの九太郎の上に、どがつく小池さんの回では、モデルとなった鈴木と同様、職業はアニメーターで勤務先は、スタジオゼロをもじった、スタジオボロとなっており、後に結婚。新婚当初は、即席ラーメンばかり食べていて栄養に悪いと判断した奥さんに手料理ばかり食べさせられて逃げ出す。エピソード。 憧れのラーメンもあるが、後にラーメン好きを理解され、奥さんがラーメンとたくさんの手料理を食卓に並べるシーンが何度か描かれている。また、新お化けの九太郎では二人の子供も登場している。ドラえもんの、ドラえもんの大予言、テントウムシコミックス一貫収録では顔も髪型も、うり二つの家族、妻と息子が登場するが、お化けの九太郎に登場する家族と顔が異なる。 また、21絵門では、小池ラス星人という宇宙人版の小池さんが登場している。学習雑誌、小学4年生1967年2月号に掲載された企画漫画、20年後のお化けの旧太郎では、おばけや大原一からと共に、20年後の小池さんが描かれており、20年後は、下駄薪では服を着用しているが、依然として、ラーメンを食べている。 基本的には、一市民的扱いで、ラーメンを食べていると、旧太郎ら主役人に乱入される、ラーメンを台無しにされる、あるいはエキストラ的に現れることが多い。早くでセリフが全くない例も多いが、一話完結の、ストーリー中で中核を成すこともある。シャラン Q が、第2回 NHKBS ヤングバトル全国大会。 グランプリで歌った、ラーメン大好き小池さんの歌と、そのリメイク、新、ラーメン大好き小池さんの歌を出している。2006年5月31日発売の、ルバム、満腹トランスで、西を据えたか、長コロコロがカバー。縮れ毛で黒縁眼鏡の男性に対する小池さんという、あだ名は現実にも広がり、西澤康彦の匠線は暁シリーズなどで小説で、描かれるもしている。 2017年に中年スーパーマン左孔内氏がスーパーサラリーマン左孔内氏としてドラマ化された際には原作には出番がないにもかかわらず藤子作品のアイコンとしてレギュラーキャラでラーメンを好む小池刑事が新たに設定され実写作品初登場となった正確には小池さんではないが便宜上ここで記述する 藤子藤雄の自伝作品では、よく小池さんの容姿のままで、モデルとなった鈴木真一本人が描かれている。なお、この傾向は、藤子藤雄、漫画道、愛、尻染めし頃に、と、藤子、会、に言う、スタジオボロ物語の両方に見ることができ、彼らの中で、鈴木真一の漫画絵として、小池さんのデザインが完成していることがわかる。ブーラック・ジャック総作品は、 手塚治虫の仕事場からでは、鈴木慎一本人がインタビューを受け手塚治虫とのエピソードを語るが、現在、インタビュー当時の鈴木の容姿が写実的に描かれているのに対し、回想当時の容姿はやはり小池さんに類似した姿で描かれている。また、手塚と共に中国を訪れた際のエピソードでは、小池さんさながらに中華そばを食べているシーンがある。採用権一 忍者ハットリくんの主人公の担任教師として登場。レギュラーキャラクター扱いだったことがある得意な例。声は二股一世が担当。初期のシリーズでは鼻の下にヒゲがあり、他の小池さんと区別されていたが、新忍者ハットリくんからこれもなくなった。アニメでは最初から区別はない。学校教師という設定上、他の作品と違って、 ラーメンを食べるシーンは、ごく稀にしか登場しない。写真撮影、昆虫採集、将棋、彫刻など多くの趣味を持つ。名前を名乗っていなかったり、別名で登場している場合もあるが、以下、藤子藤雄の作品に登場する小池さん顔の、キャラクターを挙げる。なお藤子作品のうち、コアー、小池さんを除く6作を収録した、作品集、小池さん。 大集合が、藤子の画業60周年記念として、復感 .com より2012年2月下旬に発行された。ラーメンを食べているおじさん、もしくはアニメーターというイメージが強いが、実は作品によって役柄は様々である。以下、藤子藤雄の作品に登場する小池さん顔のキャラクターの役柄をあげる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。